ットクラブをどうやって発展させたらいいかを実は考えていたところなんです。それをあなたが共有したくて。すいません、先についてちょうだい。まあ読み物としてはものすごく面白かったんですけど、まあ、立体化した時に、まあ、役者がものすごく生きる世界観だとは思ったので、特にあのジェイソンとタイロンのこの一人のやり取りが、まあ、演劇ならではの面白さというか、それを演劇的な魅力があると思いました。いや、僕は本当にあのふざけた役なんですけど、もう F ワード飛びっぱなし、放送禁止用語バンバン吐いて、まあ、これまで全くやったことがないような役なんですけど、で彼も実はその多分家庭的な問題があったり、何か心にこう空いた隙間をどっか埋めようとしていて、それがそういう行動に全部つながっているので、そこは僕は愛おしくティモシーのことを思ってますね。切実に彼をやりたいなと思ってます。大変なところは、いや、ものすごくこう、やっぱ汚い言葉で飛び交う中、アクションシーンというか、もうすごいもうくんずほぐれずがあり、またタイロンもね、僕はタイロンあのとジェイソンじゃないですけど、ものすごくこうやり取りしますし、これ大変だなと思いますね。お気に入りはやっぱりあのジェイソンとタイロンのシーンは本当にこう肌から見てて、役者としてあすごいな森山くんと思いますね。多分あのこれまで俳優座を応援してくださる方にはすごく怒られるかもしれない要素をたくさんはらんで言うんですけど、どの登場人物も全員切実に生きていて、あの現代を生きる僕たちと本当に重なる部分が多いんじゃないかなと思っています。なんかやっぱり SNS でしか発信できない自分を持っている人もいるし、それがまあこの作品ではパイロンというパペット人形ですけども、それがなんかやっぱり僕たちに通じる切実な問題だと思ってますので、ぜひ劇場に来ていただければ幸いです。